はい、どうも、クラーでございます。そんな感じでね、続きを、まあ、第3話ですかね。言ってみましょうか。はい、じゃあ、行きます。行きますとか言って。あいきなりドアブーン。ちょっと、ここ見る。計算結果。10kW300、彼女は火が嫌いなんだ。とにかく電気を通す。ほう、あ、なるほど。彼女は火が嫌いなんだ。じゃあ、あのデパートの火災場所にいたの奥さんだったんですね。で、奥さんが火が嫌い、それで嫌いになって、で焚き火の前に座ってたのが画家だったんですね。で近寄れないと、で私のこと嫌ってるんじゃないかっていうことなんですね。なるほど。やっぱちょいちょい見ていたらストーリーが分かってくるって感じですね。鍵が閉まってる。はい、なるほど。開いてるんかい。あー、でもなんかダメだね。新たなパズル。OK? 新たなパズル OK? で、あ、そっちにも行ける。まあ、一旦こっちかな。後の祭り。何が？ここ。ナイジェリア。Let's talk about the symbolic aspects of your work. I'd rather not. Why is that? Symbolism is a word that gets thrown around a lot, usually when people don't really know what to make of you. The worst question you could possibly ask me is, what did you mean by that? If it was that simple, I wouldn't have painted it. I would have just told you. はあ、この絵に関して、最初は認められてたんですけども、徐々になんか飽きられて、世間から飽きられてきてるって感じなんかな。お、やべ。お、やばいよ、なんか。入れるんかい。お、やべ。色彩。うん。Life, なるほど。うん。そういうことか。またピアノが鳴ってる。これは。自分にこう才能がないとか思い始めてしまったかな。パズルだったね。こっから聞こえるピアノ。やべ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 。なになに。え、ちょ、どっから行っていいかわからない。ちょっととりあえずじゃあピアノなんで切れてるのかわかりませんけど。しまってね、ここか。でも行くしかないもんね。ピアノ、これ奥さんか。なんとも言えないですね。画家の人がちょっと画を通したというか、終わらせるの。ねえ。ねえ、画を通してしまったというか、あるよね。周りが見えなくなってしまってたのかもしれないですね。自分の才能という部分でね。
で奥さんをこうなんか調教というかね、なんかこうやっぱ所有物にする傾向があったんじゃないかなという足跡があるな気はしますけども、足跡、おっつ、これは足跡追った方が良さそうだが、開いてる開いてる、行っていいんかい、あった、なんかパズルがあった、パズルなんか俺1個目なんか鍵があった、俺1個目なんか取り損ねてない一番左上のやつ、うーん、おー見た、一応裏見とく、こんな感じないよね、さすがにないよね、鍵があったっすね。これは開かない。あ、ここだ。ここの鍵だ。あ、なんか明るいよ。嬉しいよ、俺は。明るいのは。あ、なんか、これ最初に、うわ、びっくりした。暗鳴った。明るいのが良かったのに、ここも開いてないな。なんか鳴き声が聞こえてた部屋っすね、第1話でね、うん、暗くなっちゃったな。開く、なんだ、ライス、マイス、ボールズ、ブラディスポーツ、ヘア、ノットマイン、ウェアアーザシサーズ、かじられた。今のなんか声が男か女か分かんなかったな。うまくしゃ。チューチュー。右行くかセンター行くか左行くか。モルヒネ、なるほど、アイテムあるな、うん、Nothing. ネズミも幻覚だったのかな、え、あ、うわ、びしょ、やべやべ、うわぁ、最初にできたやっぱワンちゃん飼ってたんじゃない、いい子だ、あ、やっぱそうだ、ほら、グッボーイ、いい子だ、え、猫を飼いたいって言って犬を飼ってきたってこと、なかなかですね、それはね、うわ、どっち行く、まあじゃあこっち行こうか、ライトの方に行こうか、うわ、来た、こらえかん、なんですか、どっちから来たっけ、で戻っていいんかな、え、こんな道だった、え、これ左行けたよね、あ、いや行けなかったっけ、
俺でも行ったよね、真ん中行くか左行くか右行くかっつって。あ、は What? パズルがあったね。あ、やっぱ俺一番左上の写真、あのパズル撮ってなくないか。ん、天秤マークだね。え、うわ、すぐすぐだな。え、え、うわ、変わった。演出がすごい、うわぁ何、どの道を進めばいい、どの道を進めばいい。うん、センターは、うわ、覚悟を決めろだって。え、You've always wanted to have a huge garden. Green calms your nerves, you said. No, Mikchel. Ah! I always loved painting blood. 血を塗るのが好きだ。こっちから行ってみようか。Is this the right door for you? え?あなたにとってはこのドアでいいのって。ちょっと待って、あ、なるほど。これはまあ絵画なんで、やっぱあれか、画家ルートみたいな感じかな。でこっちは、あー、やっぱこっちが奥さんルートっぽいな。なんかね、ヘアブラシもあるし。わ、じゃあセンターは誰、子供のルートかな。あ、一応開けれるな。じゃあセンターも行ってみるか。あ、いや、これはもう無限か。あ、びしょ同じとこだったけど。じゃあちょっと奥さんルートも見てみたいよね、ちょっとね。ちょっと奥さんルートで行ってみるか、じゃあ。多分ね、私にとってこのドアでいいんだろうかって言ってるね。ね、奥さんルートっぽいから、一応こっちを選択してみますね。うん、写真撮ってるね。奥さんがやっぱ音楽家だった。あったんで、あったかな。うわ、火が、あら、ダメだ、はっ、やべやべ、これいかん。うわ、天秤が傾いてる。あ、なんか階段ができた。うわ、これ行っていいのかな。うわ、火が、人生の仕込みのためやな。拾える。ん、なんかでも拾える拾った。ろうそくを拾ったね。あ、咳き込んでる間取れないのか。暗闇と戦わなくて。やばい、これあんまり行ったらやばそうだな。ね、咳き込んでる間ダメ、出ない。はい、ろうそく2本、そう、2本でいいのかな。いや、もう一回戻ろうか。戻れんのかい、なんか戻れんよ。これか、これか。あ、ろうそく立てる。はい、来た、こっからだ。すげえ演出。おお。I never wanted it to come to that.
自分の身は自分で守る。I will protect myself. え、何？え、ランタンを使う？え？光を当てて小玉を破壊する。これ小玉？うわあ。マジで、なんかリトルナイトメアっぽいな、なんかこの感じは。あ、やべ。これも当てなくちゃいけないのか。あ、いや、そんなことも。鍵を持ってた。ちょっと一応閉めとこうか。一応ね。Since my last letter, things only got worse. Yesterday, a stool broke underneath me. My cup stuck to a kitchen table.We need new servants. These people are so lazy. It's like nobody wants to work anymore. カップの質。花の後もっと使用にも必要だ。しかし怠け者ばかりね。奥さんひょっとしてやばいのは。お、この画家の人が読んでるってこと？わかんないな、ちょっとまだ。なんとも言えんですね。これは閉めれないのか。あ、でもライト助かるよ。なんかある。Asshole, today I'm resigning from work in this house.I think I don't have to explain reasons. 夫人だね。I'll do it myself. Keeping the house from breaking apart can't be that hard. 夫人って言ってたな。じゃあ奥さんもひょっとしておかしくなってた？ Why can't you understand? I'm working in here. I swear if I'm interrupted one more time.I thought it would be harder. It should be harder. Bones shouldn't break so easily. ちょっと怪しいね、奥さんもね。奥さんが、あ、だ、なんだ。ダメだ。わあ、なんかここが開いてる。これは小玉かい？いや、違うのか。なんか、なんもないけど。で、あの、ちょっとやばいよね。やっぱこれ当てた方がいいんかな。あ、やっぱそうだ、当てていいんだ。OK。あぶねえ。は？燃えてるよ。いや、ちょっと待って。しまってる。は？やべ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 。オーマイガッツ。オーマイ。What's happen？ やべやべ。こらえがん。なんです？炎が彼を焼き尽くした後、はあ、ひょっとして、やべ、やっぱ奥さんがちょっとあれだったんかな。仕事でなんか忙しくて相手にされてないと感じて、あったーす、何？何何、杖が飛んできたよ。ほんとに素晴らしいな。怖っ。やべやべやべ。
これはやばいぞ。右下の左上のパズル取ってやるのめっちゃ気になる。どこで見落としたんだろう。これ何？トランポリン？レコードか。唯一彼女を笑顔にするものだ。はあ。これいける？なんかいける？え？うわ、これ酔うぞ。これが。うわ。これは連動してるのか、奥さんの心と。笑顔にするものだって言ってたから。あれ、これ後のやつ。うお、なんか治った、治ったとか言って。あ、化粧道具。I needed to remove the flesh from the bone. 骨から肉をこす。I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw. Boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one. Obviously, this was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. だいぶやべえな。骨を。Honey, what in the world are you doing? なるほど。うん。でもだいぶ分かってきたな。うん。出ていい？ああ、そこ開いてる。さて、これはでも誰なんだろうね、この見てる人は。これ画家の人かな。あの袖がね、絵の具がついてたんですよね、さっき見たら。 Let's talk about the symbolic. 見たね。ここが開いてるんだよな。First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact. And then, carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Yabe. It must be sharper. カミソリを鋭くしてた。First. はあ。ああ。しまってる。ああ、これで、あれなんだ。ここが、なんか真相が分かったら開いていくって感じなのかな。その可能性はあるよね。はあ。わあ、でもこれもう、ここ一歩通行なんで、もうまたこのあれっすね。ここに絵を描くしかないって感じか。じゃあもう一回行くか。塗り重ねていくって感じか。うん。どんどん絵が変わっていってんだな。え？あ、いや、もういいのか。これ何なんだろう、これ足跡はね。ワンちゃんの足跡かな。あ、二個目が開いてる。え？ I thought it would be harder. It should be harder. But I needed to remove the flesh. はあ。
なるほど、怖いな、ちょっとね。誰の骨を細いでたの？ Their lights started to fall apart. Everything he touched turned to rot. なるほど。わあ、なんかだいぶ荒廃してきたな。ヘンリー・マービー、夫婦関係カウンセラーね。なるほど。今回こそ行くのよと。あ、やっぱ、でも、どうすかね。わかんないな。どっちが原因なのかが、まだね。Look, honey, it's your favorite. Come, sit with me, like in the old times. 昔みたいに一緒に飲もう。いやー、あ、な、びくしょ。でも怪しいよね。なんか酒を飲ませるっていうのもね、怪しいですね。You furry leeches, get out of my house. ケムクジャラの、いや、犬のことなんじゃないのそれは。ライ、あ、ライトあるんかい。ライト助かるよ。あ、あるね。ちょうどあったな。で、ここは開くね。家族の絆は何よりも強し。ライトつけて。やべ。ビビる。Everything I touch breaks. この家おかしい。私たちの世界は崩壊している。降りた瞬間に崩れる。うわあ。子供たちが出てこないんだよな、まだな。これ子供っすね。ちょいちょいこういう絵もなんかね、ちょっと変わってきてるんでね。腐らないようにしっかり持たせる下地。はあ、なんか骨を混ぜてね、粉にして最高の下地を作ったって言ってましたもんね。やべやべ、そういう感じ。私たちの世界は崩壊し、原因がちょっとまだ分かんないのが面白いですね。なんかね、進めていけば分かってくる。お、ここで子供がある。で取る。あ、パズル新しいやつ。うわ、二個目の、あれ、取れてないな。結局、どこだったんだ。はっ !Oh my god! 樽。なんかいたよね。見えてましたよ、今。ちょっと、早く行こう。はぁ、なになになに、ちょっと待ってよ。え、やべ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 、ちょっと待って。あ、やっぱこれ当てるのか。マジで焦る。ワープはいかんて。え、ちょっと待って、復活するんかい。ちょっと待って、じゃあ、あれか、倒した後にもすぐ行くって感じか。分かった、了解了解。これはいかんよ、これいかん、これいかん。早くそっち行かんと。いや、一回あれだね、もう一回だね。
あぶね、モタン、光量がモタン。はぁ、ちょっとマジ怖えんだけど。今の誰、奥さん。While I can certainly understand that you are upset, and I have nothing but sympathy for your wife and yourself, I must categorically state that I do not wish to receive any further correspondence from you in this matter. Any skin graft procedure is extremely complicated and inherently associated with the risk of failure. Having stated that,I assure you that me and my colleagues at St. Anne have made every effort to ensure a positive outcome for your wife. Personally speaking, I believe we have done the best job possible considering the extent of tissue damage. You are, of course, entitled to your opinion, and I can certainly understand your disappointment. What I do not understand is how you seem to think writing hateful letters to me or my fellow doctors will ameliorate the situation.As I've already stated, I can certainly understand you've been under a lot of stress. わ、奥さんがちょっと家事やっぱあれだったな。If you refrain from any further correspondence, let me make it absolute. なるほど。やっぱ火で、あれですね、家事に刺したのはやっぱ画家の人っすね、多分ね。なかなか。なかなかやな。しかし、あー、さっきのとこ。She's been at it again. Earlier in the day, I found more of her reviews. Little notes stuck to one of my paintings. Some of the most scathing, hateful shit I've ever read about my work. I guess I shouldn't be surprised.After all, she knows me well enough to know what really gets to me. なるほど。うわー、いやいや、まあこれどっちがオンとかまだわかんない、本当に。奥さんがちょっとおかしくなってしまったのか、画家の人がおかしくなってしまったのかがちょっと今でもわかんないですね。何これ。Plague breeder, abomination. Is it the source? Haunts me in...ネズミ、ネズミも結構キーワードっぽいよな。びっくりした。うわ、なんかガンガン言ってっけど大丈夫なのかお前は。あ、いた、こだま。はい、でアイテムが出てくるんですね、こんな感じ。3つ目のやつ、じゃあ2つ目のやつどこよ。待って、じゃあ一回ちょっと戻ろうか。あー、しまったやろ。クローズド、また取り損ね。あっ、あっ、天地釈迦様よ、打ち砕かれた思い。やべ、え、これで何かわかるんかな。あ、電気つけれる。あ、つけれた。あ、電気をつけたら普通に戻ったな。これは、あ、なんかメモ取ったけど何も出てこない。 Some paintings defy simple words, let alone critique. A basic knowledge of the subject is an absolute must if one is to even try taming them. Babyface is one such paintingThis art anomaly draws tens of thousands of mediocrity enthusiasts and Sunday abstraction aficionados. In reality, it looks like a result of a week-long art... なるほど。やっぱ何かしら、やっぱ芸術性が高い人
はね、あんまりでも触れちゃいけないですもんね。もう本人にしか分かんないですもんね。芸術クリエイターの人はね、とやかく言ってもしょうがないですよ、本当にね。なんでね、やっぱこう周りがこうあのね、とやかく言われるのが嫌だったかもしれないですね、ひょっとしたらね。待って、ちょっと待って。銃。はい。で、左70。合ってる。で、間違えた。で、90。開くんかい。な。開くんかい。鍵があった。はい、で、ライトつけて、で、鍵か。落ち着きなさいよ、ちょっと。うわ。小玉が、なんかありそうでないな。うわ、地下にも行けそう。I can put it between the books. He'll never find it there. 本の間に挟んで、あの人が見つけられないように。っていう、なんかあれだね、奥さんも奥さんで何か戦ってたんですね、じゃあね。なるほど。わあ、下に行くか上に行くか。はい、こんなとこですかね、今回はね。上に行くか下に行くかでちょっと終わりましょうか、一旦。はっ、お話しもいいびっくりした。はい、じゃあ次回はね、どっちかに行きます。じゃあそんな感じで今回はここまでということで、また次回ね遊んでいきたいと思っております。ではそんな感じでご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた。